ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。って、言うじゃん。食後に。おお、なるほど。いつから言ってるんだろ？物心つく前からじゃない？うん、そういう気がした。違うじゃん。いつの時代から人々はそういうようになったのかな？だろうな。ここ100年くらいって言われてるな。あ、意外と最近なんだね。やっぱりいただきますと同じく仏教の言葉から来てるの？いや、ごちそうさまは、人のために走り回るって意味の仏教用語から来てるけど、いただきますは違うぜ。え、命をいただくことと調理してくれた人、家族や友人と一緒に食事できることに感謝して、いただきます、よね？語源としては節句や祭事で神様にお供えしたものをいただく、から来てるらしいから神道だな。鏡開きの時の前菜みたいなこと？そう。新人教職といって、神様の力の宿ったものをいただいたのが始まりだそうだぜ。それが時代を経てさっき霊夢が言ったような仏教的な意味も持つようになっていったんだ。なるほど、意外と知らないものね。そういう知らず知らずのうちにやってる伝統とかあるのかな？お、それなら大昔から続く風習があるぜ。拍手とか。拍手？考えてもみなかったけどいつからなの？気になるよな。そういうことなら今日は縄文時代や弥生時代から現代に残る風習を解説していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。岸和神殿の話。で、拍手って、神社にお参りするときに手を打ち合わせるあれよね？そんなに前からあるの？岸和神殿に、ただ手を打って気配の代わりにするという記述があるんだ。拍手の原型かな。そういえば、岸和神殿って、よく邪馬台国のこと書いてある資料で出てくるけど、実際どんなものなの？西暦280年から297年の間に書かれた歴史書、三国志の中の一部なんだ。一部？じゃあ、岸和神殿っていう本があるわけじゃないんだ。三国志の義書30巻から済まる戦記統偉伝の一部に、中国正史の中で初めて日本についての記述がされていて、義の歴史で義氏、の和神殿の部分、というわけで義氏和神殿と呼んでいるんだな。なんか意外。義氏和神殿、なんて行々しい名前なのに歴史書の一部なんだ。日本最古の歴史書は古事記で、西暦712年に編纂され当時の天皇に献上されたものだよな。しかも、古事記は天皇家の成り立ちを記し、権威を高め、天皇支配の正当性を主張するものだろ。なるほど、古事記よりも400年も前に書かれている文、より当時に近いのね。古事記に関しては神代、天地開闢から書かれている文、神話的な側面が強く、そもそも原本は現存してないしな。歴史として信憑性があるか、から議論しなきゃいけなくなっちゃうわけね。うん、まあ、実は三国志もあくまで本人たちが見聞きしたことじゃないってことで信憑性を疑う声もあるけどな。それだけ昔の話だとあやふやなのも仕方ないのかもねー。どちらにしろ、日本の歴史を知ることのできる、数少ない資料ではあるのさ。それはそうよね。拍手の他にも何か記述があったりするの？稲作、養蚕、入れ墨、朝の栽培、麹を使った酒作り、家族が別々の部屋で寝る、会合の時に酒を飲む、とかかな。なんか、現在もあるものばっかりなのね。もちろん、人が亡くなった時の風習とか、現在に残ってない風習も記述はあるぜ。あ、そうなの。でも、共通点って、かなりたくさんあるのね。そうだな、入れ墨のように目的が違うものも多いのかもしれないけどな。入れ墨について。入れ墨は日本ではファッションで入れてる人が多いだろうけど、違う目的というとどんなものなんだろう？邪馬台国の人々はワニやサメに襲われないために大人も子供も顔や身体に入れてたみたいだな。お守り的な感じで入れ墨を入れてたのね。世界最古の入れ墨は5300年前のミイラ、エッフィジアイスマンのもので、ヨーロッパで発見された。エジプトでも約5000年前のミイラに入れ墨が確認されているんだ。そんなに古くからあるんだ？ 5000 年前って言うと日本では縄文時代ね。うん、世界基準でいけば、きっと縄文時代の人々もしていたと思うし、土器や土偶からもそう推測されてるな。あ、土器や土偶の模様のこと？そう。土器や土偶の模様は呪術的な意味合いがあると言われているが、あの模様は元を正せば、彼らがその身に刻んでいた呪術的なものを映したものかもしれない、とも言われているんだ。ああ、なるほど、それで縄文時代からあっただろうと言われてるのね。そう。そして、土偶たちは自分たちが食べた木の実や、家などを作るために切り倒した木を祀るためや、亡くなった人や動物の再生を願うために作られたと言われてる。入れ墨も、もしかしたらそんな意味の込められたものが入れられてたかもしれないね。これも後の時代の人々のから騒ぎで、普通におしゃれのためだった、なんてこともあるかもしれないけどな。確かめようもないもんねー。確かめてみたらえ？お守り？待ってこの模様そんな効力あったりするの？とか言って驚かれちゃうかもしんないもんねー。驚かれちゃったらいっそのこと騙し通したいよな。確かに。ああ。その沈黙、もしかしたらそうやって騙し通して昔の人たちの間で流行ったのかもって思ってる？うん、今軽く思ってる。
まあ、アニミズム的な信仰自体そうやって生まれたものなのかもしんないから触れないでおこうか。そうだね、変なとこつっついて妙な話の流れになる前にやめとこっか。衣類と経済。他に現在に共通するものって稲作とか朝の栽培、養蚕って言ってたよね。米は食べるとして朝や絹はどうして？自分たちが着る衣服を調達するくらいなら養蚕や栽培するまでもなく足りてたんじゃないのかな？どうした？今日はなぜだか着眼点がすごくいいぞ。いつも的外れなこと言ってる自覚はありませんけど。おお、逆方向から言うとそうなるんだ。さすがにそこまでけなしたつもりはないんだけどな。いや、まあ、こっちもそこまでけなされたつもりもないんだけどさ。縄文時代後期から朝の栽培は行われていて、朝の糸玉は縄文時代前期からあったとされてる。縄文時の縄目って、朝の縄ってこと？その可能性があると考えられてるな。そして、弥生時代には朝織物や絹織物も作られていたんだ。そりゃ、衣類として使ってたでしょうからね。何十年サイクルくらいで流行る関東糸とかは弥生時代だもんね。そうそう、弥生時代出身の服だな。そして、絹や麻で作った織物などの製品を交換する文化もあったそうだぜ。物々交換をしていたんだ。弥生時代の糸玉は漆を表面にかけて、赤漆糸に仕上げたものもあったそうだ。おそらく装飾用の糸だろう。つまり、おそらくはおしゃれに衣服や織物自体を仕上げたい、と思う理由があった、ということだろうな。理由、やっぱり、質のいい織物やおしゃれな衣服はより良い物々交換ができたのかもね。考えてみたら物々交換も古代から続く文化よね。SDGs の有効で、今の方が物々交換は盛んなのかもしれないが。が？実は昔物々交換が経済の主流だった、という根拠はないんだ。もちろん、物品貨幣が主流だったことはあるけど。え、物々交換と物品貨幣って違うの？物々交換は何かしらを持ってる人同士がお互いの欲しいものをその場で交換するよな。うん、それが物々交換ね。不便すぎるだろ。たまたま出会った人たちのお互い欲しいものがマッチングするってなかなかの確率だし。交換するものって大概生ものだろうしね。腐るよね。だな。そこで登場したのが物品貨幣だ。貝殻、石、布、米など、腐りにくいものが貨幣として使われたんだ。なるほど、それを貨幣と分類したのか。不便すぎるから物々交換が主流になったことはないかもしれないわけね。うん、でも考えてみたら主流じゃなくても物々交換はされてたろうから、古代から続いてるな。うわ、超無意味なやりとりになったじゃん。7世紀後半に日本初の金属のお金、不本銭ができるまでは物品貨幣だったんだからいいんじゃない。物品貨幣か物々交換かのどちらかは古代から続く文化なのね。物品貨幣なら現代に残ってないけど、とりあえず安全圏に着地したな。よかった。着地点考えずに話し始めたんだ。突然、物々交換も、古代からなんて今でもバチバチに揉めてる話が出たからちょっと動揺したんだよ。ああ、揉めてるんだ。それは慎重に言葉選ばなきゃね。揉めてるといえばさ、縄文時代の狩猟採集の生活から、縄文後期の稲作生活に移行するとき、揉めなかったの？稲作について。うん、揉めたかはわからないけど、揉めるどころじゃない大問題が起きたから移行したんだ。大問題？狩猟採集で立ち行かなくなったということは、人が増えすぎたとか？鋭い人口の変動があったのは正しいぜ。縄文末期、紀元前2000年頃になると世界的に寒冷化したんだ。せっかく暖かくなったのにまた寒くなったんだ。主食としていた栗など陸の食料も動物も激減し、人口も約26万人から約8万人まで減ってしまったんだ。そんなに？氷河期？いや、そこまでじゃないんだが、その寒冷化によって中国大陸や朝鮮半島の人々が土地を求めて南下したんだ。そこで、彼らと共に高度な稲作技術が伝わり、大規模な水田開発が進み弥生時代が幕を開けるんだ。縄文時代の人々と弥生時代の人々は別な人たちなの？そうだな、縄文時代の文化は継承されたから、いきなり取って代わられたわけではないけどな。お互い受け入れられたわけね。お酒の話。会合の時にお酒を飲むとか酒造りとかあったけど、それも伝わってきたものなの？酒造り自体はいろいろな逸話やら仮説があるんだ。猿酒とかな。猿が飲んでた酒？人が猿の頃から飲んでた酒ってこと？満月の夜に猿が食べ残しの山ぶどうを木の穴や岩のくぼみに隠しておいたら、次の満月には酒になってたのさ。で、そのお酒を見つけた木こりはそれを盗み飲みしてた。ってお話だな。なんかそういう話、日本以外にもあるよね。最初のワインみたいな。実はそれに似たものは縄文時代中期に作られていたと考えられる土器が見つかってるんだ。口元が広く、発酵によって出るガス抜きの穴が開いていて、壺の中には山ぶどうの種子が付着していたらしい。そうなんだ。じゃあ最初に飲まれてたのはワインの仲間なのかな。栗や菓子など、皮の硬い果実や雑穀で作る口上酒も、縄文中期まで作られていたと考えられてるな。映画の、君の名は、で話題になった神様への捧げ物のお酒？
そう、あれは実在するお酒で、古代では世界中で作られていたと考えられているんだ。大量生産は無理そうだから、なおさら神聖な感じするかもね。あとは世界最古のお酒の一つ、ミードも作られていたかもしれないとも言われてるな。ミードって蜂蜜のお酒のミード？そう、蜂蜜の入った蜂の巣に水が溜まって、自然発酵したものを、旅人が偶然飲んだのが始まりと言われてる。猿酒よりはちょっとリアリティある話ね。猿酒なんて友達に、うまいんだって飲んでみ、なんて言って勧めたら喧嘩になりそうな話だし。ミードは世界で農耕が始まる前から飲まれていたというから、この逸話に関してはちょっと本当っぽい。あ、こっちは本当の話なんだ？いや、まあ、文献もなければ発掘実績もないからこれも誰かの憶測ではあるんだけどさ。結局そうなるよねー。まあ、何にしろ、当時飲まれたのがなんであれ、現在も続くものというと、日本酒だろうな。え、結局普通に日本酒？うん、稲作が伝わり、米の酒を作ったのが現在まで続く風習、というか文化だな。まとめ。意外にいろんなものが縄文時代や弥生時代から続いてるのね。考えてみれば、縄文時代から弥生時代に移り変わっていくって、縄文時代って1万年以上あるんだよな。それ考えると古代から現代まで続くことよりも、古代の間消えなかったことが、大変なことな気がするよな。確かに、縄文時代って長い上に、渡来人の大量の輸入もあったんだもんね。だよな。中国大陸や朝鮮半島の人々とはそもそも文化だけでなく精神構造や価値観もかなり違ったはず。それにもかかわらず続いたものがある、っていうのはその精神性が引き継がれたってことなのかもな。そう考えると、拍手や会合の時に酒を飲む風習とかが、なんだか趣深い感じがするな。もしかしたら、普通にやってることでもいろんな歴史があるのかもしれないと思うとまた面白いな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。